もうちょっと伸びたら丸坊主しに行こう。どうもママとわざとうんこです。はい、うんこさん違う、うんこさんじゃうんこさん、わたるくんがね、かなり髪の毛が伸びてるので散髪にね、ロボババと行ってきます。ガーン、さきるちゃんも一緒に切りたいっていうことなんで、まだ別にいいか。いや、切りたくない。は、昨日切りたい言うたやん。だから予約したのに。俺切りたくないし。昨日一緒に行く言うとってん。いやいやいや、切りたい言うたから予約したか行かなあかんで。あかんで、減らされへん。でもわしは、はい、わたるはずっと切りたい言うとったよな。それでたけるも昨日は言うてました。はい、言うとったというわけで、二人がどんな感じに、そしてロボパパがどんな風に変わってくるのか、お楽しみに。では行ってらっしゃい。あけちゃん行っておいで。なんで雪だもんね。もう時間過ぎてもんから早くして。うん、いいか。困ったわね、お父さん。ほら、もう時間過ぎちゃうって。もう3人言うて予約しとうのに。ラケちゃん、ほんまに行かへんのよな。じゃあ次行きたいって言うてない。言うた、昨日夜言うてたよ。なんでない。どっちみち髪の毛に来たらいかんと暑いで。ほんなら、ラケちゃん、もうちょっとしたらまた丸坊主しに行こうな。ダメ、丸坊主じゃない。YouTube を見る気やん。うん、やっぱり絶対そうやもん。だって今やもん。それがしたいがために行かへん言ったやろ。違う。ほんまに、うん、ちょっとアップで写して大丈夫。ダメ。ズームしてますよ。ノーアップで写して。ダメ。ラケルが嘘ついてる顔しとうか、本当のこと言ってる顔しとうか見てますよ。なんでYouTube 見たいか行きたくない、うたんちゃん。いいか、ほんまに顔見せて。ほら、バーしてば。髪行きたくないから、もうちょっと伸びてから、うん、もうちょっと伸びたら丸坊主しに行こう。いや、丸坊主じゃん。次行くって時は絶対行ってよな。予約したらほんまは絶対行かなあかんね。でも仕方ないから、もうどうしてもこねておきませんでした言うけど。でまあ、わたるくんとね、ロボパパがどんな感じになるのか楽しみに待ちたいと思います。行くわけないやろ。行くわけないやろ。お父さんたち車乗って行くのに。今からガオリ行こう。どうだ。
おお。ああ、もうじゃん、もうじゃん。もうじゃん、待って。できました。まずはロボパパから。え、お腹出てない。んお腹出てないから見て。めっちゃお腹出てない。出てる、普通に出てない。へこましとんじゃん。へこましてへんし。え、いやもうお腹どうでもいいから早くしとくね。出る出る、もう見こかも。じゃ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 ーん、こんな感じになりました。まあまあすっきりしてよかったよ。まあね、横が長かったかも。あれ通してね、いつもお父さんは2ブロックやで。ほんまな、ね、ロボパパな、ちょっと伸びたすぐも聞きに行くよ。気持ち悪くてな、坊主でもええぐらいやねんけど、一応カメラに映るから、坊主ってやるとこ。気にしとんよ、そこはちょっと気にしとんよ。そうそう、それはね、さすがにちょっとね、はい。はい、続きまして、わたるくんです。じゃじゃーん、こんな感じになりました。今ちょっとなんかワックスつけて、セットしてあるんかな、一応。美容院の方がね、なんかセットしてくれたみたいです。まあ、だからセットがなくなったら、またちょっと違う髪型みたいな感じになるんかなと思うけど、かなりスッキリしました。どうでしょうか？爆発しそう。どういうこと？頭が爆発。でもスッキリしたやろ？うん。この動画が少し上がったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ロボットゲームズもチャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。